板状の菓子に描かれた動物や花、乗り物などの型を針や爪楊枝などを使い、くり抜いて完成させる縁日の遊びである型抜き。正式な呼び方は型抜き菓子というものですが、型抜きや抜きの通称で呼ばれ、縁日の屋台の一つとして定着しています。板は砂糖、ゼラチン、香料などでできているお菓子なのですが、基本的には食べることではなく、型を抜いて遊ぶことが目的に。一箇所も型を割らず、綺麗に抜き取れば景品がもらえますが、非常に割れやすい材質となっていて、子供の頃何度も挑戦したのを覚えています。さて今回は少し前の内容になりますが、主に ASMR 動画で音による癒しを配信している富士ノイズ ASMR さんが投稿された型抜きに挑戦する動画からです。投稿動画にはひたすら様々な形の型抜きに挑戦する投稿者さんの様子が映っているのは、手元と型抜きの板だけなのですが、この動画に対して海外からは感情がありありと伝わってくるなど、この日本ならではの不思議な光景にコメントが続出していました。個人的には投稿者さんが完成する直前に割れてしまう場面で、よく声を漏らさずにいられるなと感心してしまいました。寄せられた反応をまとめましたのでご覧ください。この動画最高。声も表情もないのに撮影者のイライラが伝わってくる。失敗後の投稿者さんの感情が読み取れて面白い。なぜか映像を見ている間ずっと息を潜めてしまう。これがどういうゲームなのか理解できない。犯罪を起こしかねないほどの怒りをどれくらい抑えられるのかを競うものか。知らない人のために言っておくと、これは型抜きといって日本のお祭りの伝統的なゲームなんだ。興味があるならAmazonで箱売りしているからぜひ。こんなクレイジーなゲーム誰が考えたんだよ。文字通り涙が出るほど笑った。この動画の何がそんなに面白いのか自分でもわからないけど、でも完全に私の笑いのツボだったんだよね。もし友達とかがやってるのを隣で見てたら、下手くそ俺にやらせろって言いたくなりそう。俺だったら手元にハンマーも用意しとくわ。笑い死ぬかと思った。失敗するたび一瞬フリーズするのがたまらなく好きだ。私この前このゲームやってきたよ。もしうまく切り取れたら違うお菓子をもらえるの。残念ながら私は失敗しちゃったけど。笑いすぎて涙が。そんな俺を見て家族が心配してる。こんなの笑っちゃうわ。完成に近づくと壊れちゃうとか俺の人生かよ。弁財天白竜王大権現の型抜きを完成させてみろや。銀玉のエピソードにあったよね。私も先月に学校の先生とお祭りに行った時に挑戦したよ。難しすぎて完成させるのは無理だった。これは人の寿命を縮めるゲームね。怒りが限界を超えて命を落とすことになりそう。これ人がやってるから笑えるけど、自分だったら笑ってなんかいられないだろうな。勉強しなきゃいけないのに彼の忍耐力の虜になってしまった。完成間近のところでしくじったら触死しそう。みんなの説明でようやくこれがゲームだってことを理解した。てっきり考古学者とか歯科医師のトレーニングかと。実際考古学者とか歯科医師の練習にいいと思うわ。こんなにイライラさせられるゲームは他にないだろうな。最初は誰かの変わった趣味を見せられてるのかと思ってた。コメントを見る限り史上最も凶悪なゲームだったのね。日本人の忍耐力はこうやって鍛えられていたんだね。動画の内容がいいと思った方は高評価、チャンネル登録していただくとさらに嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございました。